そしたらじゃあ、カウクチ原生林ね、追憶の原生林、今日はちょっと午前中、昨日ちょっとお宝をね、何個かお宝っていうか、お宝でいいのかをちょっとこう見つけたので回収して、午後から穴に入っていこうと思います。よっしゃ、じゃあ午前中ちょっとバンバン働くよさあ問題はここなんですよ。間違えた、なんでやねん、もうちょっとボタン押し間違えた、もうちょっとビクミフォーだが無駄にさ、この激辛スプレー使っちゃうのマジ勘弁してほしいんやけど。解散して、もうちょっと運んじゃったけどいっか。あーオッチンでこの沼はいけんのかな、オッチンちゃん、よいしょ、いけるが、ちょっと羽ピクミン、あ、羽ピクミンちゃん来てほしいんですね。ユハピクミンちゃんちょっとお休みしてもらって、さあここはオッチンいけます。ああ無理なのか、無理なんだ、マジか、どうしたらいいんだ。あ、ごめんねごめんねごめんね、オッチンごめんねマジでごめん。これどうしたらいいんだろう、わからんな、後回しじゃー。あーってこいつらがおんのか。でここ拠点移ってるね、拠点移して、なんか嫌やな、嫌な感じするな、なんか嫌やな。大丈夫やった、あれよかった。そかー、ちょっと待って、すごいタイミングで拠点打つじゃん。いけるか、いけるか、いけるか、オッケーオッケーオッケー、大丈夫か、大丈夫か。あー、みんな安心せ安心せ、大丈夫や、わしや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 、安心せ。どこ行った大丈夫か、オッケー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 。あ、なんか勝手にお宝を、ありがとう勝手にお宝取ってきてくれた、オッケー。そしたらこっから届く、あ、ギリギリ浅瀬で、あー、こうやって取る感じね。で羽ピクミンちゃんでな、オッケー、足かわいいね、羽ピクミンちゃんかわいいわ。皆さんどのピクミンちゃんの掛け声とか好きですか。僕はね、羽ピクミンちゃんも可愛いんだけど、氷ピクミンがね結構好きなんだよな、声が可愛いんだよ意外とね。OK、ナイス。まあ、この上ピクミンちゃんのね、いやふんっていう声もまあ可愛いけどな、まあ、結論全ピクミン可愛いよあ、お昼になったね。そしたらちょっと洞窟探索行きましょうか。さあ着いたぞ。ここがヘドロガイケ調査対象、まあちょっとやばそうだよね。水晶が氷と、羽か、なんかさ毒のあれなかった、カビみたいな、気のせいかね、なんかちょっと白ピクミンもおった方がいい気が。でもそれやったら水晶で出てくるはずか。いやー、どうなんだろう、ちょっとわかんねえなー。まあでも水晶これでちょっと行きましょうか。さて、なんだここあれじゃん、前ちょっとね動画ボツになったんだけど、でっかいさイモガエルがラスボスで出てきたステージを使い回してんなここちょっと雰囲気が若干違うだけで、なんだ
まあちょっと進めていこうか。こっちまえ。OK。前はね、ここ普通の水って感じになってたけど、まあ、ちょっとヘドロになったって感じだよね。隣の ヘドロさん。じゃあちょっとこっちを制圧しようか。さあ、スイカゾウさんがおるんで、おっちんちゃんでぶっ飛ばして、あらよー、 OK。うわ、オッチン一撃強っ。オッケー、あー、いくな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 い、うわ、こい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 。うるる、オッケーイエーイ、リンチじゃ。さあ、そして、あ、抜け穴があるね。あー、で、向こうに行けて、お、ミウリンがおる。やっぱでもなんかちょっとこう雰囲気違うだけで別ステージにも見えるね。行ってみよう。ちょ待って、なんか先に行ってるよね、ピクミン。大丈夫か、大丈夫か。おい、終わらなくていいよ、怖いな、まったく。ミュウリンがおるね。オッケー、さらば。大丈夫か。イエーイ、おー、お前持ってたんや。じゃあこれ羽ちゃんで運んでもらおうか。ここはそんなもんかな。あ、で、向こうに行けるよって感じか。いやっふぃー。で、出会い頭におるからリンチや。イエーイ。じゃあこれ羽ちゃんで運んでもらおうて、あ、羽ピクミ入れれるやつがあるね、トンガシグサが。これさ、羽の方がやりやすいよね。まあ、とりあえずここやるか。はあ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 、おおおお、あ、待って、氷ちゃん大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、こっちこっちこっちか、危ねえ、お前、こっちまえ。くそ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 、いけいけ、落ちもいけ、いけい。いや、もう軽くホラゲーですよ、こんなの。そがー、おい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 、落ち着け落ち着け落ち着け、もう頭痛い。頭痛い、もうこいつが、あーあー、しもうたー、しもうた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 、ガチか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 。ちょっと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 ちで、あー、で、こうやって投げればいいのか。大丈夫か、大丈夫か、ちょっと待って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 、危ない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 、もうここちょっとやべえな、このエリアちょっとやべえぞ。さあネクスト、うわー、でけえなこいつ、でけえ。
おー、びっくりした。あー、あったね、こういうキノコね。触ったり、まあ通過したりしたら出てきて光を照らしてくれるな。おい、ちょっと待って、入っちゃったよ、沼の中に。これ、羽ちゃんでいける？いけねえのか、マジ？うわ、避けてる。あかん、これいけるやん。なんで避けてた？まあ怖いよな、沼な、はまったらな、どけられへんかもしれんからね。ごめんねごめんね。あー、出た、こいつや。こいつさ、さっきさ、地上で戦った時さ、なんかキーピクミン、こうねえ、ふわーってこの風に飲み込まれそうやったけど、意外と大丈夫やったね。攻撃モーション出せ、攻撃モーション、攻撃モーション入ってくれたらもうあれフィーバータイムやからね、もうバジリスクタイムですよ。パチンコやったことないけどフィーバータイムをバジリスクタイムって言うんでしょ。俺もギャンブルとかマジで全然やらないからね。決してこう好感度を上げるためには言ってるわけじゃなくて、本当にパチンコとかやったことないんだ。やり方わかんないし。そう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 、あぶれあぶれあぶれ。一回なんか友達の付き添いで行ったんだけど、やり方わからんくて、でしかもタバコ臭いし、だからもうすぐ帰ったよギャンブルはまあほどほどにね、楽しむようにしましょうね、ギャンブル好きな方は。あー、であれだ、あのでけえ豚どっくりをやらなきゃいけなかったんだ。あれあれだよね、多分ブリなんだっけ、ブリザードックリだっけ、氷吐き出すタイプの、やつだよね確か。だからよあれか、氷ピクミいるよって推奨で出てたわけか。まあいいや。でもこれ、あれもそうよね。さあ攻撃モーション、攻撃モーション、うずれ、うおー。まあ氷になっちゃってもね、こうやって呼べば、まあ、なんとか大丈夫だからね。あかか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 お、ファイナルだ。ここは3回しかないのか。待って、03って書いてるな、これ。3匹出んの？やべえのが。どんなやつだろう。やだ。ああ、まずはシャコモドキ。こいつシャコモドキだよね。あ、ちゅうことはなんだ、でけえシャコモドキが。あれか、あのラスボス的な感じですか。それ OK、 まずはちょっとちっちゃいやつからやっていこう、地道にな。よし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 、いけいけいけ、大丈夫か。 OKOKOK、 まずはキャッチーやつからやって、お？下がったね、ニンニン。チャチーやつだけしか出てこんの、ここ。そんなわけないでしょ。だって、ほら、やっぱりね、お前かよまさかのお前かい。なんだよ、既存モンスじゃん。既存原生生物？なんだ。しかもあんたにもなんか BGM 判定入ってんじゃん、シャコモロッちゃん。まったくいい待遇受けてるねオッケー、
やつがラスボス、ラスボスっていうかまあファイナルボスであればまあ余裕だね。まあでもそっか、ちょっと地面がヌルヌルしてるから、ヌルヌルっていうかまあ沼地になってるから、こっちには若干ハンデがあるわけか。まあ、羽ピクミンちゃんでやっちゃったらね、もうオッケー。いやマジこいつはもう余裕でしょ。なぜこいつをボスに持ってきた。オッケー。いやいやちょっとごめんけど、これはちょっとイージーすぎるで。だって横にこう行きながらさ、でネクスト攻撃モーション入ろうとしたらこいつ目真っ赤になるしなあ、ほんとごめんけど、もうこれで終わらせるぜ。いけよー、間に合わんのかい、間に合わんのかい、いけー、いけー、勝ったわ、ごめんな。いやいやいや、ちょっとこれはイージーすぎません？もうストーリー後半なんだしさ、もっとちょっと歯応えのあるモンスで来てほしかったんだけどな。だって巨人のかまどでも戦ってるし、なんならねもうピクミン3でもねこいつ、まあ、まあまあ戦ってきたからね。マジか。ハハハ、筋を、ツアーの参加者か。はいはいはい。よっしゃ、あの天から降り注ぐ光のもとへ、地上へ出よう。まあ、ちょっとね羽ちゃん1匹やられちゃったけど、まあいい感じにね、ラストまさかあいつの名前毎回忘れるんだよな、シャコモドキ上位互換のやつな。あいつまあ無事に倒せたし、まあ日的にももう日暮れですからね、まあ区切りがいいんで一体ここでちょっと終わりにしておきましょうかね。じゃあまた皆さん次回の動画で、お楽しみください。